はいどうも、モバイルドットコム TV チェ本ホンとつばきです。よろしくお願いします。お願いします、えー。今回なんですけれども、はい、ソニーの最新低価格 5G モデル、エクスペリアエースマーク3を先行レビューしていきたいと思います。おすごいですね、はい。めちゃくちゃ嬉しいです。<laughs> はい。えは、ー、エースマーク3なんですけれども、<laughs> 去年発売されたエクスペリアエースマーク2の後継機となっております。うん、低価格で手に取りやすいちょうどいいエクスペリアのエントリーモデルが、今回進化して帰ってきて おりますそうなんだねはいこの動画ではですねエクスペリ a エースマーク3がどんな機種なのか、うん、実力はどうなのかエクスペリ a エースマーク2から何が変わったのか、うん、じっくり検証していきたいと思いますはい暑いですね暑いですよもうこれ楽しみでしょうがないですから <laughs> はい、はい、ぜひね皆さん最後までお付き合いいただけると嬉しいですそれでは行ってみましょう それでは早速、全面デザインからチェックしていきたいと思います。はい、今回、ディスプレイサイズは5.5インチの液晶ディスプレイを採用しています。うん、解像度は HD プラス。これはね、全モデルと同じですね。リフレッシュレートは最大 60Hz 駆動となっておりまして、前面には強化ガラスのゴリラガラスビクタスっていうのが採用されております。な<に>え傷がつきにくく割れにくいガラスを採用してるってうことですね。強いんだね。はい で、明るさについてなんですけれども、屋内で見る限りは、あの、ちょうどいい感じになってます。で、屋外で見たときは、直射日光下だと、ちょっと見にくくなるかなっていう感じですね。うん、ちなみに今回、上部にインカメラを採用しておりまして、水滴型のうちを採用しています。えー、下部と上部のメゼルをちょっと見てほしいんですけれども、上部よりも下部の方が太めになっていますで。使っているとね、あの、その字慣れてくるので、そこはあんまり気にしなくてもいいのかなって思いました。 続いて背面デザインをチェックしていきたいと思います。はい。はい。あのシンプルな背面デザインになっておりまして、今回ね、結構面白くってですね、なんかザラザラとした質感になってます。うん、本当だ。はい。テクスチャー加工って言って、傷が目立ちにくいような感じになっているみたいで、あまあ、あの、るね、ある程度タグに使っても大丈夫な仕上がりになってます。これがあの一つポイントですね。で、えっ、ー、と、左上にシングルカメラ搭載で、中央にソニーロゴが採用されております。 ちょっと使って思ったのはこれねケースとかもつけなくていいと思うんですよねそうかもしれないこのまま行きたい感じがすごいそんな質感になっておりますでもなんか前のやつともまた違うよねいいとこ気づきましたねちょっと実は質感が変わっておりまして<ら>左がエースマーク3右がエースマーク2なんですけれども、うん、こう見ると結構なんだろう上から見るとそんなにね変わりはないのかなって思うかもしれないんですけどでもね見た目からもちょっと違いますよ本当ですか、うん、ちょっとねこれね 触ってもらえるとすごく分かりやすいんですけど。 ははい、はいこっちはサラサラ系ではいはいはいこっちがザラザラ系そうなんですよでどちらもプラ素材を採用してるんですけれども、うん、加工の違いで結構質感が違ってるとなるほどはい結構僕はね面白いなと思いましたで個人的に好きなのはエース MAX3 のなんかザラザラ感うんうん、はい、もうこれは本当にさっきも言ったけどケースつけずにいきたいなって思う質感ですね指紋も目立ちまじそ,、ね、それはわかるはいあののとか指紋がつきににくくくて目立ちい すごくいいなって思います。そしてカラーはなんと4色展開となっております。<ー>はい、今回すべて実機ではい,はい色を確かめられるっていう, <laughs> ういなんと光栄な。っ、はい、ていうかできればさ <laughs> 今後うちもこのぐらいやっていきたいですね。 は <laughs> はいいいすまません実費ででやろうと思ってましたカラーなんですけれども左からブラックグレーブリックオレンジブルーのこの4色展開となっております<ー>で背面のねそのさっきのザラザラな質感っていうのは全部共通して同じです、うん、はいなのでもうあとは自分の好みで色を選んでいくのがいいのかなって思うんですけれどもちなみにつばきさんはどのカラーが好きですか、えー、悩む 悩むけどうん意外とグレーかなえ僕ですか僕聞きました聞いてないです聞いてないですか僕はねブラックかなって思ったんですよねはいあのー被せちゃってすみませんつばきさんファンの皆さんはいはいあのつばきさんはじゃグレーっていうことでオレンジも可愛いんだけどねね結構ね可愛らしい感じですよねであの光沢感はないのでなんだろう割となんだろう幅広い世代いけるカラーというかなんか落ち着いた感じがいいかなって僕思うんですよねそうだねはいなので ぜひね手に取って選んでみるのがいいのかなって思います、うん、でもやっぱ多分にに使えるのが良さげでですすねね本当にそうなんですよ、ねうん、続いて側面なんですけれども側面右側音量ボタンと電源ボタン一体型の指紋認証センサーになっておりますで今回この指紋認証センサー部分が黒色になっておりまして、うん、これ全カラー黒色ですねあそれは共通ななんでですね,共通ですね、はいなのであのあ グレーだけど、ここブラックみたいな感じになったりとか、ブルーだけど、ここはブラックみたいな感じになるので、うん、あの、僕は結構好きなこのツートンみたいになるんですけど、確かに、ツートンカラーですね。そうなんですよ。なんかね、差し色でいい感じになってるので、ぜひね、この辺り実機でチェックしてみてください。続いて、ブなんですけれども、左からスピーカー、タイプ C コネクタ、マイクを採用しております。スピーカーについては、今回、モノラルスピーカーを搭載しております。音については、後ほどチェックしていきたいと思います。 左側にはシムトレイがあります。これね、エクスペリアシリーズのこれ僕いいところだと思うんですけど、シムトレイがね、シムピンいらずでこう出し入れができる。これね、あの地味にマジで便利なんですよ。<laughs> 結構旅行先とかで僕シムを入れ替えたいことあんまりないと思うんですけど、<laughs> ないですねなそういう時にあのシムピンってね、意外と持ってない時もあるんですよ。<laughs> 確かに。そういう時にめっちゃ便利ですから、はい。あんまりないですかね。はい。はい、<laughs> 続いて上部なんですけれども、イヤホンジャックとマイクを搭載しております。 イヤホンジャックあるのいいですねそうなんですよねワイヤレスイヤホンがね今流行ってるんですけどちゃんと有線イヤホンも使えるっていうところはまた魅力となっております、うん、ちなみに今回から LDAC にも対応してるのでそういったところも魅力です次に持ちやすさなんですけれどもサイズ的には全モデルの AceMark2 とも全く同じですあ同じなんだ、ねはい、ですねで5.5インチなので結構やっぱり手のひらサイズで、まあ、操作しやすいのかなって僕は思います 手のひらサイズなんだけどでも小さすぎなくて画面は見やすい感じでいいです、ね、そうだすね。で僕の手の方がちょっとあの大きいんですけど僕の手だと片手操作も結構楽々できる感じなので持ってみてみこんな感じでね片手操作もできる感じなんですよね。まあ男性の方の方手だと ままあまあすっぽりいくのかなそうそのくらいのサイズ感になってるのでこれねなかなか使いやすいサイズ感なんですよねであの背面がさっきも言った通りざらついてるのでグリップ感があるんですよね、うん、はいそのあたりもポイントかなって思いました、ね、ツルツルしないのはいいですねねぜひねこのあたりチェックしてみてください ちなみに重さは 162g でバッテリーよりは 4500mAh となっております。うん、あの、つさんでもまあ使いやすいサイズ感とこの軽さなんじゃないかなって僕は思うんですけど、うんすね、よかったです。<laughs> ぜひね、あの皆さんもチェックしてみてください。それでは続いてスペック。 とと動作をチェックしていいいきたいと思いますエースマーク3のね変わったポイントは僕ここにあると思っていて、はい、え CPU なんですけれども今回スナップドラゴン 4805G っていうのを搭載しております去年のねエースマーク2がヘリオ P35 っていうメディアテック製のエントリー CPU を搭載してたんですよね<ー>、はい、なので今回かなりねスペックアップしてますあじゃあ楽しみですねはいでメモリは 4GB ストレージは 64GB ここは旧モデルと同じです外部ストレージにも対応 防水防塵 IP68 に対応しておりましてお財布携帯ももちろん対応うん、うん、はいで今回ここも大事、えー、なんとですねエースマーク2では 4G モデルだったんですけれどもエースマーク3では 5G モデルになりましたより高速通信を楽しんでいただけるという感じになっておりますはいじゃあ早速ですね動作チェックしていきたいと思いますはいじゃあまずスワイプはいおどうですあれ もうね多分この辺りでねもう多分ちょっと違いがうん快適な気がするえじゃあちょっとアプリの開閉しますねはいおえちょっとなんか反応違うかもねでしょうん早いね なんか、ちょっとやっぱ滑らかですよね。エースマークスリーの方が、そうだね。いや、動作が快適なのはだいぶいいですね。なんだろう。もちろんエースマークツでも、おそらく、使う人によっては、これで十分っていうところもあったと思うんですけど、うんうん、やっぱりもう少し快適さが欲しいなって思った。ユーザーさんも結構。 結構多かったと思うんですよね。で、これから、あの、買いかれる方も多いと思うんですけど、やっぱり、今回のこのエースマーク3って、よりいろんな人に、あ、快適だなって思ってもらえるような感じになってると思うんですよ。より実用的になったってことですね。そういうことです。どうせ使うなら、やっぱり少しでも快適な方がいいじゃないですか。もうそこが、ベースの部分が、やっぱり良くなったので、まあ、本当にね、これはね、僕はいい変更だなって思いました。ぜひね、もうほんと動作は違うので、チェックしてみてください。 えここで一つね、エクスペリアエースマーク3のおすすめ機能をご紹介しておきます。え簡単ホームっていう機能に対応しておりまして、うん、早速簡単ホームを適用してみたんですけれども、うん、もう本当に分かりやすさを追求した画面になってます。<laughs> うん、めちゃめちゃシンプルだね。はい。で、あの、下の方にね、短縮番号とかも登録できるので、例えばそれ、椿さんにかかるように、<laughs> にかかね、はい。椿さんって入れておきました。はいまあ、こんな感じで、まあ、あの、すぐタップすれば誰かに電話をかけれたりとかね、うんうん、はい。誰でも簡単に使う ことととがででででききるるる機能もももも搭載されてててててていいい文字見やすすすくよねねねななのの初めめ、ね、スマホにもとても安心して、ね、おお台っりますそうだね。だから、お父さんお母さんも使いやすいかもしれないし、割とその年代は幅広く使っていけそうですね。はい。スマホがちょっと苦手だよっていう方にもね、これお勧めできる1台となっております。で、もちろん、慣れてきたら一般のね、ホーム画面に戻すこともできるので、結構使い分けられるところも魅力かなって思います。ぜひね、チェックしてみてください。 続いて指紋認証をチェックしていきたいと思います。エクスペリアエースマーク3では、側面右側に電源ボタン一体型の指紋認証センサーを搭載しています。じゃあ早速試していきたいと思います。はい。どうです 精度は良さげですねそうですね精度については問題なくってで開くのが一瞬遅いかなって思うんですけど、うん、おそらく日常使いではまあ十分かなって僕は思いました許容範囲ぐらい許容範囲ではあるかなって感じですねうん、うん、であの使ってていいなって思ったのはマスクしてる時にもサクッとね認証ができるところかなって思いますああそうだね、はい、この辺りはやっぱり今のね時代に合ってるのかなって僕は思いました是非ねこの辺りもチェックしてみてください それでは次にカメラをチェックしていきたいと思います。エクスペリアエースマーク3はアウトカメラ1300万画素のシングルカメラを搭載しています。うん、F 値は1.8、オート HDR に今回対応しました。逆光にね、より強くなったっていうのと、<ー>今回あの、振動カメラがね、従来モデルからなくなっているんですが、ちゃんとポートレート撮影にも対応しています。ちなみにインカメラは500万画素を採用。それでは早速カメラ UI をチェックしていきたいと思います。 はいカメラ UI はこんな感じですはいエースマーク3をエースマーク3で撮るっていうね <laughs> はい。すごいはいこんな感じの UI となっております、えー、カメラボタンを押すとですねすぐシャッターを切ることができますこんな感じでねあ<お>、はい、早いんだね以前のモデルよりね早くなってると思いますで静止画とムービーの切り替えはこんな感じですうん シンプルですね。そうですね。シングルカメラなんで、あの、すごくシンプルな感じになっております。<laughs> はい。じゃあ、早速ね、撮れる写真をチェックしていきたいと思いますえ。今回のモデルはですね、明るく撮れるようになっておりまして、うん、従来比で逆光時がより明るくなってるのかなって感じです。うん、続いて5倍ズームなんですけれども、5倍ズームは分かりやすく画質が向上してます。<あ>よりザラつきがなくなって、なんか解像感がアップしてる感じで、うんうん、はい。あの、これはもうパッと見比べても分かるぐらいになってます。 続いて、暗所撮影なんですけれども、暗所については、やっぱりさすがにエントリーなんで、まあ、あんまり期待はしちゃいけないんですけれども、はいはい、こんな感じになってます。どうですかね比べると、やっぱり従来比ではかなり明るくなってるのが分かりますかねちょっとはい。あのー、いや、これは結構でかいよ、この差は。ちょっと明るい。明るくなってます、ちゃんと。はい。なので、まあ、あのー、こんな感じで、めちゃくちゃ強いっていうところまでいかないんですけど、以前よりもちゃんと進化はしてるってところですね。 動画はこんな感じになっております次にエクスペリアエースマーク3のスピーカーをチェックしていきたいと思います、はい、今回モノラルスピーカーを搭載しております音はこんな感じです いかがだったでしょうかエクスペリアエースマーク3の音なんですが、以前よりも音がクリアになったのと、音が割れにくくなった感じがしました。えこのあたりはまあ本当どこまで求めるかなんですけど、うん、やっぱりもっとクリアで臨場感ある音を楽しみたいっていう人はやっぱり5マーク3とか1マーク3を選んだ方がいいし、あのこのあたりは本当予算によっても変わってくるところなので、自分がどこまで求めてるのかっていうのを考えつつ選んでいくのがおすすめです。はい。 ただ、この機種ですね、イヤホンジャックもしっかり搭載してるので、あの、ワイヤレスイヤホンとか、有線イヤホンで音を楽しみたいっていう人にも、あの、十分お勧めできる一台になっております。なるほど。はい。ちなみに、今回のモデル、LDAC にも対応しておりますので、そういったところも魅力的なポイントとなっております。ぜひね、チェックしてみてください。それでは最後、バッテリー持ちについてなんですけれども、うん、今回のこのモデル、4500mAh バッテリーを搭載しております。それでは、いつも通り YouTube 動画を垂れ流した結果は、こんな感じです。 三時間経過で100%から84%になっていました。エー、えー、スマーク2と比べると数字的にはちょっと悪くなっていると思うんですが、はいはい、ぶっちゃけめちゃくちゃバッテリー持ち良くて、あいいんだね。そうですね。実際あのじっくり確かめた検証結果はこちらです。僕のような使い方であれば、本当丸一日使っても正直半分ぐらい残ってる感じで、二日いける？そうですね。二日いける感じのバッテリー持ちでしたね。<ー>はい。ネット検索や SNS を中心に使うようなねライトユーザーの方であれば、おそらく一日余裕を持って使っていただけ。 と思います、うん、でさらにですね、エースマーク3なんと、いたわり充電にも対応しております。うん、えこの機能を使うと、電池の寿命を伸ばすことができます。で、これを使うとどうなるかっていうと、え3年後のバッテリーの劣化を抑えることができるので、まあ、<ー>より長くエースマーク3を安心して使うことができます。なので、こういった機能もね、ぜひチェックしてみてください。 というわけでここまでエクスペリアエースマーク3をレビューしてきましたいかがだったでしょうか、はい、え個人的にはですね引き続きあの馴染むデザインと軽さが非常に魅力的だなって思いました、うん、で一番大きく変わったなって思うのが動作あそうだねうやっぱり動作はね一番あの変わったなって感じました、うん、えーヘリを P35 からスナップドラゴンの480に変わったことで本当に一つ一つの動作が軽くなった、うん、実用的になったよねそうスマホってもう前に使うものだからこそ そ,うそこがねしっかり改善されたのは本当にいいなって思いました、うん、もちろん安心のね IP68 防水防塵だったりとかお財布携帯は引き続き採用されてたりとか、はい、え今回ね初めてのスマホにも安心な簡単ホームっていうのも搭載されてるのであ<ー>、まああの本当により多くの人が安心して使える一台となっております是非ね一度チェックしてみてはいかがでしょうかもしこの動画がよろしければグッドボタンいいねもよろしくお願いしますブログツイッターもやってますフォローお待お,お待ちしておりますぜひチャンネル登録も よろししくお願いします,しいします最後までご視聴いただき誠に,にありがとうございました。